さあ、できますか。ランクバトル。お相手のチームがなんだっけ、あのポケモン。やべえ、マジで知らないポケモン来た。幻のポケモンがいますね、相手のチームに。レギュレーション違反かもしれん。なんだっけ、あいつ、名前マジで。ドクロックだ。ドクロックで合ってるよな。どうしようかな。グラードンはかなり、ただチーム、マンムーがあいつ、マンムーがいるから、マンムーがいる時の引き先が欲しくて、ヒレってこれどうなんだ。ハッサムとかも微妙。あれ、ヒレがまだマシか。グラレヒレ。サンダーとか。はーい、対戦よろしくお願いします。さてさて。ドクロックから来た。これどうなの。え、わかんねえ。地面技こいつ抜群ですよね。でもこういうカウンターとかワンチャンしてきそうじゃないか。なんか、いや、ありそう。覚えるか知らんけど。オーバーヒートとかにしよっか。これすげえカウンターしてくる匂いがする。ビルドアップ。お前グラードン起点にできると思ってんのか。ああ、特殊型だぞこっち。いや、特殊型じゃないわ。両刀。はい。弱っ。え、でもこれマジで起点にできんの、わかんねえ。乾燥肌。知らない特性きたな。断崖の剣で何が起きたのかと思ったわ。ドレイッチ、あと結構思ったより強い。まあでもグラードンにその1ビルドでさ耐えられるの、その HP 無理くね。どうなんだこれ、さすがに無謀すぎるよな。急所か。急所がなくてもさ落ちてるような気がしますが、もうこいつ一般ポケ、いやでもどうなんだろう。ドクロック実は防御の数値がクソ高いとかありますか。育て方次第ではめっちゃ高くなるみたいな。ネクロズマ、まあ剣ですかね。バヒ打ってなかったらオバヒもあったけど、後ろが早いんだ。あー硬、弱点砲かな。弱点砲じゃない、竜の舞。ここなんかちょっとサンダーで受けに行ってもいいかな。俺普通にグラードン殴り殺されそうだし、もう一枚は絶対できないから、接触技で殴ってくる可能性が高くて、5つ目も入るし、静電気麻痺も狙えるサンダーは悪くないと思う。ああ、そういう系ね。そうそう、そういうのもあるからね。ただ、朝の日差しは間に合ってないよな、別に。間に合ってないけど、あれか、外せばみたいなところがあるのか。熱風ですな。引いてきた。相手かなり慎重というか、ブリムオン。わからんすぎる相手のチームの戦術が。これサンダー消耗するのどうなんだかあるけど、消耗しないか。ボルチェンで多分倒しきれないぐらいのダメージが入りつつ、トリックルーム的なことして、いやでもどうなんだ、リュウマイトリックルームってありえるのかな。もうわかんねえ、わかんねえべ。とりあえずレヒレちゃん、レヒレって鉄壁積んだらやはり、でも相手に無限にリュウマイ積まれるだけ説もあるしな。これでしかも相手麻痺なくなっちゃったから、できれば時間を稼ぎたいんですよね。ミストビで切れるまで。この特性強いけどアンチシナジーみたいなところも若干あるな。瞑想か。であれば瞑想合戦でいきますか。鉄壁もあるからサイコショックにも一応対応ができて、先に詰めるからね。鉄壁も一回積んでおこうかな。ドレインキッス、はい、これキスし合う形になりそうだな。でもこれが続くんであれば、瞑想しっかり詰めれば、なんだろう、こっちがあの数の有利取ってる分 TOD 勝ちも狙えて有利だから、もう一回瞑想積んで、で鉄壁でいいかな。
一応相手のネクロズマ効果にも対応した動きをしたいから、これで瞑想はこっちが1回有利、相手も詰めばトントンですね。ああトントンだねこれで。まあこっちもドレインキスあるからね、急所狙いみたいな感じのお互いになるかもしれないけど、まあだとしてもここは相手も瞑想を積むタイミングだと思うんで、鉄壁を先に積んでおこう。鉄壁はとりあえず1回でいいかな。火力を上げることを目指した方が良さそう。あとミスト糸切れば熱湯で火傷も狙えるし、基本こっちが有利だと思うんですよね、その運ゲーみたいな確率の面でも。瞑想、はい、すげえ長くなりそうこの試合。新シーズン一発目なんですけどね、新シーズン一発目の動画をこの日に上げてるのもやばいのかもしれない。新シーズン僕禁電なくなったかなと思ってダメ元で禁電チーム選んだら普通に潜れたんだけど、これって今月までですか、来月までですか、再来月までですか、わからん。でもあれからダイパとか来るから一時的にそっちに人が流れるのかな。瞑想、はい、まあ瞑想連打ですね。うい、瞑想マックスまで積んだら熱湯で殴りつつドレインキスで回復挟みつつって感じになりますかね。これなんかこっちの瞑想を無視するみたいなやつないよな。これなんかマジックミラーとかでしたよね。これも続けば続くほどこっちが有利だと思うんだけど、あいつ残飯とかもなんかないっぽいしな。ういっ、瞑想、はい、ほい、なんだ今、ちょっと待って、俺画面見てなかった。ディスコード見てて画面見てなかった。めっちゃ入った。なんだ俺画面見てなかった。こいつ何してきた、ドレインキッスするか。まあでもこいつちょっと削ればもうグラドンの圏内だからな。ドレインキッス。ごめん、今画面見てなかった。で、回復して。ドレインキッス。ああ、普通に殴られただけか。これでドレインキス連打でとりあえずいいですか。どうなんだこれ、熱湯でもいいかな。まあでもこれどうせならグラードンの技では死ぬからな。できればこっちをレヒー、あ、焼けた、オッケー。ここからドレインキスでいいかな。中の試合をしますか。それかもう一回ぐらい瞑想、またマックスまで積んでないですよねこっち。相手やけどでどんどん消耗していくのかな。まあわからんけども、5回ぐらいしか積んでなかった気がする。ごめん、ちょっと。ディスコード見てたら、忘れちゃった展開。俺、鳥かもしれん。ちょっと待ってね。あ、もうマックスまで積んでんじゃん。であれば、ドレインキッスですね。こっからできるだけ HP を残す立ち回りをしたい。ほい。じゃ向こうのがちょっとダメージ出てる気がするな。あ、サイコショックか。さっきなんか見てたのはサイコショックか。あ、こんな入る。あー、鉄壁1回だからってこと。これでもブリーモン倒せそうだよね。熱湯かなた。あ、なんか勝った。対戦ありがとうございました。 よくわかんねえ。復帰一戦、復帰じゃないか。一戦目対戦相手の方が見つかりました。ツボツボがいるな。なんかツボツボ結構強いんだっけ。これどうしよっかな。オーロンゲがなかなか鬱陶しい。ハッサムが結構ありか今回は。ハッサム、グラ、誰か。
一応サンダーでごまかすみたいな立ち回りもありな気がするな。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、虫対決で、これ一応バレパンが抜群ではあるんですけど、どんなもんなの？半分ぐらいちゃんと入んのかな？ツボツボとか普段見るポケモンじゃねえからわかんねえ。ハチマキブリ半分どころじゃねえ、クソ入れ。強っ！レッドカードか？なるほどね。これはでもね、ある程度読んでた。バレパンでこだわっても問題ないなと思って打った。はい。なんかネバネバネットとか、ステロとか、ああいう系を押してくるんでしょ？ネバネバネットは、まあ、ツボツボは大体この動きだからな。だから今回はあんまり素早さ関係ないポケモンで並べてるし、まあ問題なさそうっすね。一応ツボツボにはあんま仕事はさせなかったかな。ハッサムもバレパン打って退場するつもりだったし、ネバネバネットもまあそこまで影響ないかなみたいなところがあるんで、3対2のポケモンバトルになってる気がする。ゴリランダーか。ハッサム読みの行動をされそうな場面ではあるんですよね。ラストはザシアンと考えてサンダーは残したいけど、あ、そういう系？剣の舞してくる可能性がありありのありだな。グラススライダー、ああ普通そんな入んないな。で5つ目も入って、静電気麻痺は入らない。どっちが先なんだっけ判定って。麻痺と5つ目忘れちった。まあここは熱風でいいでしょう。ザシアンだとしたら両方に抜群だしね。引いてきた。え、あ、ザシアンね、マジで。いや、ってハッサム結局ゴリランダってハッサムに負けるから、ここでザシアン投げてもって思ったけど、ゴリランダー残す方を選んでくるんだな。あ、まあでもどっちにしてもか。こだわってるとかなのかな。めっちゃ入る。まあもう熱風でいいでしょ。ボルチェンでも落としてそうな気はするけど。じゃれつく。ゴツメも入るしね。こっちが死ぬじゃん。まあ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 。でハッサムかな。うい、ネバレバネットがマジであんま意味ないな。あとここからバレパン押すだけだからな。バレットパンチでハッサムって見せてるよな。しかも多分ハチマキって分かってんだよな相手。ゴリランダーでハッサムに勝つ気なのか。無理だろそれは。ワンチャンダブルウィングに切り替えるために交換するみたいのもありかな。いや、いや、そんなことしなくていいか。普通にバレパン、もうグラスシードもないし、こっからバレパン連打でいい気がする。剣の前さっきのところで押してこなかったってことは多分ないんだろうな。わからんけども。半分は入るしょ、これ。全然入るね。アクロバット。はーん。おお、思ったより強い。さっきゴリランダーハチマキとかなんとか言ったけど、なんかグラスシュート発動してましたね。おじいちゃんでした、すみません。バレットパンチでいきます。うい、対戦ありがとうございました。なんかすげえ淡白な試合だったな。